そうなシティシャーベルの強に合わせましたけど、はい、最後誰ですかね。青木がブロックな位置ですかね。下がって高めの動きが出ますが、武藤らしく抜けてチャンス、武藤だ。抜けてきた杉本、スピード回る、進藤が戻る、杉本、今日2点目か。いいスピードとボールのこうフラットしてからのこの体の寄せが良かったですね。遠藤、柔らかいボール、逆サイド青木です、レッツが先制しました。かわしてからインタビューを見てますね。青木を上げて、ピンポイント、青木ラストパス。並ばしにで顔を出してるんですけど、なかなかボールが入ってこない。戻るし、レッツキーパー先制ゴール、青木決めました。1対0。クリアセカンドボールなんですけど、はい、まあ、しっかり抑えて、最終的にはネットを揺らした青木のこのシュート、その時のホームがちょっとオープンに、はい、ホームだったんで、ゴールキーパーが少し巻き瞬間の方に結構寄ったんですかね。なるほど、まあ、あのホームでちょっと騙されて逆